さあ、ロールコールショーということで、一番最初はこれだね。やっていきましょう。ロールアウト。いきなり、あれだね。果物もあるし、足場が3つしかないと。さあ、開始はね、マックス40人でね、やるみたいだね。で、ここはね、最後のね、決勝が、ロールオフみたいだから、ここはね、ちょっとね、目立たない感じで、ちょっとね、息を潜めつつ、やっていきましょう。全然落ちないじゃん。ちょっと、お前、落ちてくれ。やばい、自分が危ない。あと一人ぐらいさ、落ちてくれたっていいんじゃないの？あー、オッケー。さあ、2戦目もロールアウトでやっていきましょう。7人しか落ちないと。あー、このドラゴンかわいい。で、黒いハンバーガーがいる。ちょっと。すごい疑心暗鬼。あー、ちょっとやめて。ちょっとついてこう。あー、トマト。トメイトゥー。あ、ちょっと危ない。これさ、押し出しが一番なんだかんだ厄介なんじゃないか？さあ、あー、バイオット。なんかさ、これ、掴んで落とすの結構難しくなったよね。あとは、よいしょ。そう、掴んで落とすのもいいんだけど、そうするとね、他の人に、漁夫の利を狙われてしまうというところで さあ、ハンバーガーがジャンプしている。さあ、掴まれた。さあ、残り2人と。あぶねえ、絶対掴みに来ると思った。おお、そして1人。おお、すごい、ナイスリカバリー。全然落ちないね。さあ、落とし合いが終了しましたと。3回戦目もロールアウトと。4人落ちる感じね。で、フルーツがあるから、事故ってね、いた。事故ってね、4人ぐらいはやられてくれそうなね、感じはするよ。んで、ちょっ、あ さあ、3回戦目に戻ってきましたと。OK、やっていこうか。さあ、なかなかね、2回戦目もね、人が落ちなくてね、時間かかったね。よし。これ時間切れになりそう。ここで、落とせないか。ここで落としたい。あー、すごい押される。こんな押されることある？いや、スピードもね、大して速くならないから困ったもんだね、これは。いた。時間切れと。さあ、12人でロールオフ、やっていきましょう。あれ？ 10 人しかいない？あれ？ 12？ 10 人。わっ 重なってたらしいです。やっぱね、ロールオフは12人でしか、10人、競技だからね。はみ出た人たちは重なっていくと。さあ、これ非常に窮屈だね。これ落としてく？ なんかこれうまくつかめないんだけど。ねえ、これこうやって。さあ、スピード速くなってからでいいのかな、そしたら。この子ね、すごい美味しそうな位置にいるんだけどね。ダメだね。よいしょ。まあ、スピードがね、速くなってきたら、どん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 掴んで、勝負をね、早めに終わらせましょう。さあ、徐々に足場が少なくなってきた。これさ、足場少なくなってきたらさ、人数多いとさ、押し出されて、いやっ、押し出されて、いやっ、押し出されて、いやっ、ちょっと何それ。さあ、ロールオフ戻ってきました。でもね、勝ち抜いたのが17人いるっぽいんだけど、ということはですよ。さあ、やっていきましょう。一人めちゃめちゃ不運なやつがいたね。
弾けていったと。いや、こんな大人数でさ、ロールオフやることないよ。しんどいって、狭いって。ちょっと減らそう、人数。で、ちょっときついね。オッケーオッケー。それじゃあね、さっきは序盤からね、掴みに行って失敗しちゃったから、今回はもう少し様子を見ながらやっていきましょう。いやー、それにしても人数多いね。これいけるけどやめとこう。失敗した時のね、リスクがでかすぎる。いや、押し出しで死にそう、これ。お前邪魔だよ。落ちろ。オッケー。さあ、こうやってね、今みたいにめちゃめちゃに押されちゃう場合があるので、怖い糸あぶんだ。さあ、まだ全然ね、3人しか押してないから、長期戦になりそう。ただ、この辺でポコポコ掴めばいいんじゃない？ダメ？いやー、これは、運ゲーと言われても仕方のないのかもしれない。オッケー。危ない。これもちょっと危ういね、プレイングが。さーて、どうしようかな。さあ、とりあえず移って、さあ、徐々に人数は減ってきた。残り8人。ここから通常のロールオフと同じだと思えばいいかな。ちょっとこれしんどいな。危ね。さあ、これは長いやつ。で、これ青の方に移っておくといい。これ、どうだ？きついね。ちょっとちょっかい出して。これ危ない。オッケー。さあ、どうする？こっから。こっからどうする？さあ、そろそろ長いのが来る。これ長いやつだね。で、こっちも長いやつ。人数残りすぎでしょ、これ。オッケー。いや、勝ちたい。勝ちたいよ、久々に。久々のフォールガイズで勝ちたい。オッケー。ちょっ。は。心臓止まる、これ。ちょっと待って。あと、少ないよ。何？君たち全員でさ、耐久する気？それやばいよね。俺も集中力が持たないんだって。あー！もう悔しい。終わり。